回の施術でこんなに鼻が高くなりました。今流行りの鼻のマッサージはやると危険です。絶対に鼻のマッサージはしないでください。二の腕美容チャンネルへようこそ。二の腕美容の久慈島先生です。私のチャンネルでは二の腕痩せについてとか脂肪吸引について、そしてその吸引した脂肪を使った施術についていろいろな動画を出しておりますが、本日は吸引した脂肪を使って鼻を高くすることができるのかについてご紹介していきたいと思います。最近 YouTube で鼻を高くするマッサージについての動画がたくさん出回っておりますが、正直言って全く意味がないです。意味がないっていうか、鼻に刺激を加えることによって逆に鼻のシミとかができてしまうので逆効果になってしまいます。しかもその鼻のマッサージをすることでどれくらいの変化が出たのかとか、あとは本当に後戻りしないかとか、そのビフォーアフターの写真って見たことありますか？毎日鼻のマッサージを続けないと効果がないとか、鼻のマッサージをやめてしまうと後戻りしてしまうとか、そういった内容の動画になっていると思うんですけども、もしも鼻をマッサージすることで鼻を高くすることができたら、鼻の整形をするドクターっていうのはいらないと思います。どんなにマッサージを頑張っても鼻を高くすることっていうのはできないので、絶対に騙されないでください。しっかりと鼻を高くしたいんだったら鼻整形をしないといけないんです。この動画では人気の美容施術である鼻を高くする方法を3つご紹介したいと思います。まず1つ目としては鼻のヒアルロン酸注入、そして2つ目としては鼻の脂肪注入、そして3つ目としては鼻の軟骨移植や鼻線形成です。最後に鼻を高くするためのワンポイントアドバイスも行っておりますので、ぜひ最後までご視聴ください。まず1つ目の人気な美容医療は鼻のヒアルロン酸注入です。これは一番手軽な方法で鼻を高くすることができるんです。目と目の間のここの部分ですね、ここの部分を鼻根部っていうんですけども、ここを高くするのに非常に向いております。実はこの鼻のヒアルロン酸ですけども、半年から1年半ぐらいで溶けてしまって、残念ながら一生は続かない性質になってきます。でも鼻整形を考えている方でなかなかダウンタイムが取れないなって方とか、まずは鼻のヒアルロン酸を入れて高さを見てみたいなって方にとってはとてもいい性質だと思います。鼻のヒアルロン酸はとてもお手軽な反面、デメリットも存在しています。ヒアルロン酸っていうのは溶けてしまいますので、定期的に入れ続けないといけなかったり、あとはヒアルロン酸をここに入れすぎてしまうと横に広がってしまうので結構調整が難しかったりします。しっかりとこの鼻筋を通したい方っていうのは鼻のヒアルロン酸ではなくて鼻のプロテーゼがおすすめの性質になります。鼻のプロテーゼは人工的なシリコンを鼻に挿入しますので、ヒアルロン酸みたいに溶けたりすることっていうのはないので、永久的な効果を実感することができます。ただプロテーゼをお鼻に入れるっていうのは手術になりますので、どうしてもダウンタイムが生じてしまいます。私はインスタグラムでもお鼻の症例をたくさんアップしておりますので、お鼻の整形のこのダウンタイムが知りたいって方は、説明欄のリンクにインスタの鼻専門アカウントのリンクも貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。2つ目としてはお鼻の脂肪注入になります。結構お客様から太ももとか二の腕から取った脂肪をお鼻に入れて高くすることができるんですかっていう質問をいただくんですけども、結論から先に言うと鼻に脂肪を入れて高くすることっていうのは可能です。ただすごくおすすめの製図ではないんです。脂肪はとても柔らかいので、ここのところに入れたとしても横に広がってしまったりして、しっかりとした変化を出すことっていうのはできないんですね。脂肪をお鼻に入れることによって少し高さを出すことっていうのはできるんですけども、しっかりと筋が通ったようなお鼻を作ることっていうのは難しいんです。お鼻を高くする鼻の脂肪注入の施術をインターネットとかで検索してもなかなか出てこないんですけども、それはあまり効果がない施術なので、いろんなクリニックで行われてないからなんです。最後は鼻の軟骨移植や鼻線形成になります。こちらの施術は主に鼻の先が丸い団子鼻の方にとても効果的なものになってきます。団子鼻の方はお鼻の先にたくさん脂肪がついていたり、あとは軟骨が丸いのが原因だったりします。こちらもマッサージをすることによって団子鼻を解消することっていうのは全くできませんので、注意してください。ここで問題です。鼻の軟骨移植に使う軟骨は体のどこの部分の軟骨を取ってくるでしょうか？1、鎖骨、2、足の指、3、耳。答えは3番目の耳の軟骨を使います。簡単に施術内容を説明すると、まず鼻の脂肪を取り除くんですね。でその後に鼻の軟骨がこうやってドーム状に丸い方が多いので、その
軟骨を縛って寄せます。でその上で取った軟骨をその上に乗せることになります。こちらが微線形成と軟骨移植をしたビフォーアフターの写真になります。鼻のマッサージみたいに何回も何回もやる必要っていうのはないですし、そして後戻りもありません。しっかりと1回効果を実感できるっていう点で、昔からお鼻にコンプレックスを抱えていて確実にお鼻を高くしたい人に選ばれております。鼻を高くする方法、鼻を高くする手術はたくさんあるんですけども、今回は人気の3つの施術をご紹介しました。お鼻に悩まれている方で、しっかりと1回確実に効果を実感したい方は本日の動画を参考にしてみてください。それでは最後にお待ちかねのワンポイントアドバイスです。鼻のマッサージは効果がないですし、絶対にしないでください。私はお鼻の施術もたくさん担当しておりますので、ぜひ説明欄のリンクからインスタの鼻専門アカウントも見てみてください。それではまた。